どうもこんにちは、即歌塾の久保です。えー、新年、2024年が明けましてもう10日過ぎましたけども、皆さん新年会落ち着きましたか、えー、実はね、私の友達で、えー、東京でやっぱりインターネットを中心としたビジネスのこのコミュニティをされている小野田さんね、えー、そしてひろしさん。このお二人が中心となって、その H2 クラブっていうのをやってるんですけども、この H2 クラブの新年会は1月27日なんですよ。 で、1月27日の新年会ということなんで、あ、もうあっちこっち新年会が終わっちゃって、もう正月気分も終わりかーってね、がっくりしてるところに、まだあります。1月27日は新年会やりますよってことなんで、えぜひね、今年最後の新年会と思ってね、1月の27日、銀座の方でありますんで参加していただきたいかなと思います。そして、今回この動画を撮らせていただいた、そのね、理由の一つに、もう一個ね、ちょっと私からのメッセージがあるんですよ。それはですね、即下塾の塾成で、私のね、 弟子でであるる田直彦ささんがこちらの方に参加されるそうです、えー、私のね、代わりに行くような感じでね、もうね、即可塾代表として <laughs> H2 クラブに参加してもらうっていう心づもりで私はおりますので、えー、ぜひね、この品田さんと縁を持っていただきたいと思います。品田さんは今旬ですからね、なんと生活保護から億万長者を目指しているというね、素晴らしいじゃないですか。ね、そういった方をいっぱいいっぱいね、 これからも私はね、作っていきたい。生活保護がね、なんだかこう、見下されていたりとか、税金で食い上がってみたいなね。まあ、そんなね、変なレッテル貼りとかもういらない。もう生活保護は力を貯めて、世のため、人のためにものすごいね、これからね、ブレイクする人たちの集まりなんですよ、うん。もちろんね、生活保護ってのはいろんな事情でそこに、えー、いる方がいます。ですんで、生活保護だからどうこうっていうふうな、あの、逆レッテルですか。 うん、それもやっぱりよろしくないかなと思います。この逆レッテルっていうのはね、要するに生活保護の方はみんなすごいんだよって言い過ぎると、今度はね、また別の問題が起きてきますんで、生活保護の方も生活保護を受けてない方も大差ないよってことなんですよ、私が言いたいのはね。そんなことでレッテル貼るなと。いつも言いますけども、生活保護を受給する権利ってのは当たり前のことです。歯医者に行って健康保険を出しますよね。窓口3割負担。それと同じレベルです。ですんで、 私も、あなたも、どなたでも、気軽に生活保護を利用してほしいというのが、この国の制度ですからね。で、逆にね、自民党の裏金をね、何十年もやってきて、5億、10億をかすめ取っているっていうのこれは許せませんよ。ね。こういうのを求断しないと。なんか生活保護をね、どうこう言ってる暇があったらね、もう、アク自民党にね、ぜひね、鉄槌を下していただきたいと思うんですよね。まあ、話ずれましたけども、1月27日、即可塾から、 品田直彦さんが参加されますんで、広ロさん、そして小野沙さん、サッチ、みんなで温かく迎えていただければ幸いでございます。品田さんと共に、私の魂も参加しております。それでは行ってらっしゃい。